社長にとっての自由は何ですか？はい、来ました。みんな自由になりたい、自由になりたいって言うんですけども、よく自由と楽を履き違えている人がいます。みんなの自由になりたいは楽をしたい、楽をしたいではありませんか？本当の自由とはやりたいことができるという状態にあります。なので家でゴロゴロしてるっていうのは自由ではありません。やりたいことがないんですよね。家でゴロゴロしてるんでしょ？普通寝てる場合じゃない。寝てる時間があったらこれがやりたいんだ。で、それができる状態。ギターやりたい。ね。ボーリングやりたい。友達と旅行行きたい。恋人とイチャイチャしたい。これができる環境が自由です。ね。そうやろ。自由よ。おい。俺、鹿児島行きたい。行ける。俺自由じゃない。ね。けど、みんな自由になりたい。自由になりたい。いや、それ、楽にしたいよ。みたいな。いや、吐き違えたりしてるので。そこが吐き違えたら、自由にはなれませんよ。自由になりたいなら、やりたいことができるぐらいの実力がいるけん。やりたいことをやるってやったら、お金が必要や。時間が必要や。人脈が必要や。だけど、自由に生きるにはお金とか人脈とか時間とかを確保できないかんわけよね。それがゲットするにはちゃんと努力をしないかんね。楽をするっていうのはお金も別にいらん。だって楽するゴロゴロするだけ。でもやりたいことってできんくない？その人脈がないとお金がないとね。だけそういうことで、今こういうこと言っとったらコメント欄にそんな無理よごめんけどってくる。もうね、俺がこういう系の話したらね、やっぱね、半分はネガティブなコメントが来るよね。はいはい、お前はそうやって YouTube でたまたま成功しただからそうやって偉そうなこと言ってとか、なんかさ、いいんやけどさ、ここのコメント欄で俺にさ、はいはい、お前だけおめでとうとかさ、俺には無理、お前はたまたま才能あったからできたんでしょう、よかったね才能あって、はいはい、だからってさ、俺には無理って言うのは自由よ、ぶっちゃけね。いいよ、別書いても別に、俺の人生変わらんし。ね、でも君の人生も変わらんよ。なんか、すごい大事なのって、成功したいわけよね。けど、成功するためには挑戦せないかもわけよね。そう。挑戦したら、成功か失敗があるわけよね。でも失敗はしたくないやん。けど成功がしたいわけやん。けど失敗したくないけん挑戦せんっていう結論なんよね。要は、僕、なんで成功してるか。ね、自分では成功したと思っとるよね。俺のことを成功したって思う人と失敗したって思う人いっぱいおるけん。あれけど、まあ、俺が、とかってね、いろんな人、ヒカルくんとか成功したよね。青白寺とかも松浦さんとかさ、俺の周りに成功した人いっぱいおるけど、あの人たちが成功した理由って挑戦しとうけんなんよね。そこに気づいた方がいいんよね。才能があるけんとか、どうこうっていう理由は置いといて、才能があったって挑戦せんかったら成功せんやん。どんだけ才能があったって別に、それをね、それを自分の才能を信じずにずーっと周りに流されてね、その高校大学就職ってやっとったら別に成功してないわけよ。いや、俺には才能あるんじゃねって思いながら、音楽とかビジネスとかインフルエンサー活動とか挑戦したけんあれがあるわけで、彼らはもちろんいっぱい失敗しとるわけよね。で、いっぱい失敗してで何回か成功しとるわけよね。で、挑戦しとるわけよ。だけどみんなは挑戦せんよね。それは成功せんよねって感じ。だって成功しようがないもん。才能動向の前にお前はどうのこうのっていうのはね、結構何回も挑戦して何回も何回もして失敗しまくった人が言うならわかる。何回も挑戦した、これもした、あれもした、だけどうまくいかない、失敗、どうすればいいって言ったらわかるけど、やってもない人からねそういう話されると、まあ、もうそうやって生きたらって感じ。うん、俺は俺の言葉で、確かにそうかもしれん社長、俺挑戦しなかった、自分のことをなんか棚に上げて、どうせとかデモとかだってとかね、なんか今じゃない、お金がない、あれがない、これがないとか言って何もやってないって書いた、まず挑戦すらねって言って、挑戦する人に言いたいね。ああ、どうせ挑戦したって絶対するよっていう人は半分ぐらいおると思う、この配信にとっても。そういう人には別にもうそういう人たちなりのなんかそういう要請無理だよねとかいう人たち同士で集まってちちくり合って絆め合ってどうにかしてほしい。ここは俺の生配信だけはやる気に満ち溢れた人だけが来た方がいいと思う。俺がそういうやつやっけね。そういうなんか慰めてくれるような配信者もおるやんね。要請無理だよね、ぐじ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 、そういうとこにいた方があなたにとって居心地いいよ、気づいて舐め合うような配信者のとこに行き、俺はやりゃできんねんかね、やろ、誰かと言ってねえでも挑戦しバカーみたいな、挑戦失敗しても構わん、次で成功せんみたいな、俺はそういうやつやけど、そういう刺さる人が来た方がいいと思う、俺の配信には。そうだけん、俺の配信に来てどうせとかデモとかだってって言うやったら向いてない、俺の配信に合ってない君は。だけど俺がそういう話し始めたら耳が痛いと思うけんデリそういう人たちのことをいちいちもうやってられん、もうやる気ある人だけ話す、やる気ない人はやる気つけて待って戻ってこい、分かったか。人脈ないけど知識もないけど正直ないけど IQ ないけど今の俺には何にもないけど失うものないってことさ、根拠のある自信ある、無限に湧き出るやる気ある、誰にも奪えるもんならいっぱいあるから進化して走ろうか、できるだろうとかできればいいとかそんなパンパラもんじゃねえんだ、できなかったらどうしようとか俺できる。